うん、綾鷹と一工夫で旨味豊かな食卓、香り豊かに舞茸編。こんにちは、吉岡里帆です。今日は皆さんと一緒に食卓を豊かにする一工夫に挑戦してみたいと思います。今日のお料理はキノコのおひたし。これから旬を迎えるキノコがちょっとの工夫で本格料亭の味に大変身。一工夫する材料はこちら、舞茸。では早速一工夫の紹介です。お鍋で舞茸を煮ていく前に強火でさっと焼き色がつくまで炒めてあげます。それから少し冷まして、包丁を使わずに手で裂いて、そのままお出汁の中へ。これだけで舞茸本来の風味がぐっと際立ちます。あとはレシピ通りに調理をしていくだけで、これから旬を迎える舞茸が風味際立つ本格小鉢に大変身。旨味あふれる綾鷹と一工夫あるお料理で、おうちの食卓を豊かに、もっと美味しく。皆さんもぜひいつもの食卓に急須の旨味の綾鷹お試しください。待ってます。綾鷹と一工夫で旨味豊かな食卓、味噌の調和編。こんにちは、吉岡里帆です。今日は皆さんと一緒に食卓を豊かにする一工夫に挑戦してみたいと思います。今日のお料理はサバの味噌煮。家庭料理の定番、サバの味噌煮がちょっとの工夫で本格料亭の味に大変身。一工夫する材料はこちら、白味噌。では早速一工夫の紹介です。味噌だれに使用するのはこちらの白味噌。ここにほんの少しだけ赤味噌を混ぜていきます。ダマにならないようによく混ぜるのがポイントです。そうすることで味に奥行きが出て味噌の深みが増していきます。あとはレシピ通りに調理をしていくだけで、家庭料理の定番、サバの味噌煮が深みのある料亭の味に大変身。旨味あふれる綾鷹と一工夫あるお料理で、おうちの食卓を豊かに、もっと美味しく。皆さんもぜひいつもの食卓に急須の旨味の綾鷹お試しください。待ってます。うん、綾鷹と一工夫で旨味豊かな食卓、パリッと鶏皮編。こんにちは、吉岡里帆です。今日は皆さんと一緒に食卓を豊かにする一工夫に挑戦してみたいと思います。今日のお料理は鶏肉のポン酢あんかけ。いつもの鶏肉がちょっとの工夫で本格料亭の味に大変身。一工夫する材料はこちら、鶏肉。では早速一工夫の紹介です。鶏肉を焼くときは皮目から、ヘラで押さえつけることで力が全体に伝わりやすく、均等にパリッとジューシーに仕上がります。あとはレシピ通りに調理をしていくだけで、冷蔵庫にあるいつもの鶏肉が本格料亭の味に大変身。旨味あふれる綾鷹と一工夫あるお料理で、おうちの食卓を豊かに、もっと美味しく。皆さんもぜひいつもの食卓に急須の旨味の綾鷹お試しください。待ってます。